ね、唐戸山古墳のね、墳場上がってきましたけど、全長55メートルのね、前方後円墳。前方後円墳分からんな、これじゃ。まあ、分からんね。どうだろう。ここは墳場として。昔々、地図見たときはね、なんかこうやったかな。こうやったかな、こういう感じやったかな。だからおそらくね、この辺が、この下がね、公園部なのかな。ちょっとはっきり覚えないな。前雑草が死んでたんでね、全然やったんでね。いやー、今日は説明会ということでね、やってきたんですけどね、10時から。ちょっと待ってるんやけど、10時までね。石棺とか、外にあんねんけどね、ちょっとわからへんね。どうなってるかね。説明聞かないと。そこにね、残ってんのが、円筒埴輪やね。ということは、5世紀の前半ぐらいだったらね、縦穴式の石棺かな、この当時は。もうかなり残ってますか。はい。唐戸山古墳っていうのが、これわかんのかな。これ書いてあったかな、唐戸山古墳は。唐戸山古墳書いてないね。あ、230メーターんだ。唐戸山書いてあるんだけど、ここにね、横にね、ここに書いてあるんだけど。ということは、あれで見るとわからんな、これ。ちょっと分かりづらいね、この図面では。こっちにもあるし、こっちにもあるし。前見た時はこうやった感じだったけどね。で、ここやな、南の、宮の南塚古墳。それから、なんて読んでこれ。読まれへんかね。これね、そしたら今日ね、せっかくやから、ここに礼拝所があんねんな。な、ここに行って、ここに寄って、こう回ってきようか。1時間ぐらい時間あるからね。そうしてみましょうか。これは隠居天皇陵でございます、これがね。これちょうどね、この辺は像建物建ってるんだけどね、ここは像建物建ってるけど、この宮の塚古墳やね。割と大きいねんな、倍塚。あ、宮内庁になってる。なんか説明、あ、説明はある。宮の南塚古墳。墳丘の長さ40、円墳で40メートル、5世紀後半。隠居天皇陵の古墳、倍塚でございます。倍長でございます。そういうことはやね、今どこおんねん。どこ隠居天皇、これか。あ、いっぱいあんねんな。全然分かんないだけか。いっぱいあんねやわ。てか、記載されてるのはね、おそらく、2、3機しか地図に載ってないね。倍塚でございましたか。隠居天皇とほぼ同時期やね、5世紀で。東側から見た感じはこんなんやね、入られへんねんな。ん、何て書いてありますか、わからんの。隠居天皇陵、倍塚で書いてんのやろうね。読まれへん。はい。こうすぐ横は隠居天皇陵でございますからね。ああ、入られへんねんな、あそこが。これ東側から見た感じがね、50メートルの円墳やったらなかなか大きいんだけどね。これ道路になるかね。
正面がね、人形天皇陵でございます。あら、これどうも行けそうもないね。こっから見えるか、右かでございましたか。残念でございました。全然行かなかったね。南塚古墳が正式の名前でございましたか。はい、失礼しました。これぐらいで見れるのは、もう住宅になってるからね、周りが。はい、向こう回りましょう。あ、これや、これ。これやけど、入りませんか。これどこからか見えんがね。ここやけどね、見られへんな。残念でございます。ちょっと小さいかな、この横にあるんだけど、みんな密集してるね。これも倍塚がね、ほらマウンドのとおり違うかね。一応マウンドになってるけどね、どうなんだろう。こっちから見れるでしょうか。こっから見えんじゃん、ほら全然違うとこを下ろしとったんだ。乾塚公園、乾塚公園、はい、ここにありました、看板が。ありがとうございます。うろうろしたんだけど、犬塚公園、倍長、永福5世紀の後半、倍長でございますから、はい。ちょっと小ぶりやけどね、20メートルの永福やったら。永福これ。永福ですか。いやー、回るぐるぐる回ってね、やっとね、看板のあるところ来ることができましたね。乾塚古墳、白鳥で2基の乾塚の干潟と言われています。これで見るとね、いっぱいあるんですよ、ここね。もう分からへんねんな、これ今分かる、これこれ分かる、あとはもう分からへんねんな。はい、分かりました、ありがとうございました。乾塚古墳でございました。近鉄端の里から約400メーターぐらいかな、北に来ているのもあるとね、ずっと歩いて、はい、ここから礼拝所入ります。人形天皇陵のね、礼拝所でも、はい、ここからね、一周回ろうと大変なんですよ。反対から来たんでね、フロート回って、向こうには水入ってないですけどね、この大きさでございます。墳長が230メートルぐらいありますかね。ちょうどあの向こうにね、今日唐津山の唐津山古墳やったかな、箱で説明会があるんでね、倍長だそうです。大きいね、大きい、230メートルがそこそこ大きいですね。これ入れないんだ、こんなやったかな。ね、もう家が迫ってるからね。全景が見えないですよ、ここからはね。もうすぐこっちも住宅ですから。はい、ありがとうございました。大正14年10月建設。
外来種でございましょうかね、これは。はい、人形天皇陵国宝、一の山古墳。はい、ありがとうございました。